戻ったか。こちらは変わりない。安心しろ。見た目は質素だが、こう見えても私は剣豪と名高い。戦いの鬼には安心して任せてほしい。近江の山城、変身する。一番手柄には石高の半分をやろう。卑怯な手でなければ従おう。
ちは。この命果てるまで私がお守りする。やっやっ、島津の軒口のような鉄砲術は解けません。島津の軒口のような鉄砲術は解けません。慎重に開き立てします。続いてください。あんなところに猫が。そっと置いてください。みんなもっと熱くなりなよ。上がりますよ。おお、もうこういういたずらは笑えないぞ。もういたずらする子はね、よ、すみません、私重くはないでしょうか。さあ成り上がりますよ。格の違いを教えて差し上げますわ。セタの巨牛を怒らせましたね。音声流中術黄金ジャード。さあ成り上がりますよ。格の違いを教えて差し上げますわ。あんなところに猫が。格の違いを教えて差し上げますわ。さあ、お遊びはここまでですわ。王宮流中術黄金ジャード。ガッシュッといくにゃっかかかかかかかにゃっかかかかか。私の弓矢は一味違うよ。敵も怖いに決まってる。そう考えたら怖くないでしょ。
敵も怖いに決まってる。そう考えたら敵も怖いに決まってる。敵も怖いに決まってる。そう考えたら怖くないでしょ。私の両方に資格はない。音声流忠実黄金で捨てた巨牛を怒らせましたね。報酬は皆で分け合うぞ。私には不要だ。戻ったぞ。近江の山城、沢山城だ。飾り気がなくてがっかりしたか。娘らしくおしゃれを楽しめとはよく言われるが、身なりを飾ることなど私には無意味。はあ、私が大阪城殿のファンだと。ただ恩義に報いたいだけだ。誰が貴殿にそのような話をしたのだ。いえ、さあ。皆のため規則に従い判断を下すのみ。しかし私はどうも皆に好かれていないみたいだ。なぜだろうか。お市場などに遅れを取ることは断じて許さぬぞ。殿は大阪城殿ただ一人だけだ。ゆえに貴殿を殿と呼ぶわけにはいかぬ。許せ。愛恩ある大阪城殿のため命を落として戦おう。
軍旗を乱す者は断固として許さぬ。一番手柄には石高の半分をやろう。お市場などに遅れを取ることは断じて許さぬぞ。時に彦根城とは何者であるか。私としたことが失礼いたした。そうか、ならばよかった。貴殿は私の理解者だな。そのような相手はこちらから願い下げだ。私がこれまで話してきたのは何だったのだ。ならば報われるというものだ。任務か。卑怯な手でなければ従おう。近江の山城、変身する。沢山城、戻ったぞ。この命果てるまで私がお守りする。あばう。一番手柄には石高の半分をやろう。助けに来た。持ちこたえるのだ。我々には大義がある。この旗印にかけて私は負けぬ。第一大満大吉。もはや戦えぬ。引くしかあるまい。報酬は皆で分け合うぞ。私には不要だ。近江の地では軍旗違反をした者は決して逃がさぬ。この沢山城が常に目を光らせておるからな。たまには、その、私の働きも見てほしいのだが。